じゃあこんにちは、豊さん、はい、セリーグは優勝争いどこだどこだまだ分からないぞなんて言っていますが、面白い戦いがまだまだあるんですよね。あるんですよねって一言みたいに言うな。CS そうだけの争いある。3位4位ですよ。そうよ。でも5位6位もあるの知ってました？5位6位ももういいよ。最下位脱出ゲームっていうのがあるんですよ。いやあるよ。そうなんです。去年知ってるか、クボクリン中日が勝ってて、はい、最後ひっくり返されて 0.5 ゲーム差で逃げ切られたというそうだったんですね。もうそういうことだった。だ野球は最後の1試合まで分からないんですよね。ゲームセットまで分からない。ゲームセットまで分からない、はい、で今現在なんですけれども DeNA が3位、広島が4位と。でもここ本当 0.5 ゲーム差だったりとか、こう行ったり来たり行ったり来たりをしているような状況です。広島と DeNA 残り試合が9試合と10試合とほぼ変わらない状況の中で、じゃあ豊さんどちらが CS 行けるかズバリ予想を今日はしていただこうと思います。これ難しいな。難しいですか。いや、まあ、9月に入って広島がもう絶不調でさ、はい、でもこの位置をそう、まあでも首位からだからな。そこまでの蓄積分があったんですかね、まあ、貯金みたいなのかな、はい、まああったけど、うん、よかったけどもさ、うん、まあ苦しいな、はい、ただ DeNA もここ勝てばもうちょっと差離せるとかひっくり返るのにっていうゲームを落としてしまったりとか、まあそういうのはあるよね。だからだからこの位置にいるわけだからな。例えば DeNA がここでちょっと大型連勝、はい、5勝6勝、はい、7勝みたいなすれば多分スルスルスルっといけるのかなって、いや、まあ、思ってたんですけど、まあ、あるけど、うん、東ジャクソン、はい、ケイとか、うん、だからケイがちょっとあれだけのボールに力があるのに勝ち星が上がってこないとか、はい、まあ一応言ったあるピッチャー多いよな DeNA。 そうですね、うん、だからまあ中心なのは東だけども、うん、東も若干疲れが出てきてるのかなっていうような傾向あるし、はい、だからまあそこら辺はもう暗観としてられないけど、うん、だけど広島が調子が悪い。 それ以上にピッチャーがね、そうなんです。広島が普通に戦っとけば、うん、俺は DeNA が出る幕はあんまりなかったと思うけどもね、はい、これだけ悪くて勝負になってるわけだからな。そうなんですよね、まあ、9月は横浜が9勝7敗1分け、はい、広島が4勝16敗だからちょっとこれはそうですね。いやそしたらこれは勢い的には DeNA って言いたいけども、言いたいです。まあそろそろ広島も上がってくるかなとは思うけどな、うん、でずっとそろそろファンは待ってたんですよ。そうだよな、もうファンが先に疲れちゃう。そうなんです。だからあの末兼選手があれ土曜日かな、勝った試合かなんかで日曜日かで大逆転した日にヒーローインタビューで、はい、今日もやっぱ後半お客さんがスタンドから何人もぞろぞろと帰っていくのが見えたのが悔しかった。ファンはあ今日も負けてしまうのか、今日も負けちゃうのかっていう、なんかファンも今負のループに入っちゃってるのかなっていう、あのね、期待感を持てない。今のカーブには負け出すと、はい、あの点が入り出すと相手に、うんうん、これなんでかって反発力がない。だからそのまま負けるんだなと思って帰るよ。あ、そうか。だから反発力持たすのは正解なんだよ、バット。もうそうなんですよ、ね、頑張るよみたいな。そうなんですよね。そう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 、そうなんですよね。となるとこれCS のボーダーラインの例えばどっちかが何勝何敗したらこっちは何勝何敗すればいけるとか、そういうものを見ても本当に一緒なんです。拮抗していて、数字統計学上に出しても本当に拮抗して一緒なんですよ。なので数字上じゃ分からない、AI じゃ分からない。お前の話し方聞いてると、うん、さもお前が出したようだよね、統計学出してない調べてみたいな。さすがに出してない。いやなんかそんなに聞こえたから、ね、か、お前大きくなったなと思って見てたんだ。だいぶね、だいぶ、そうそう、いやいやいや、ただね、はい、並んだりとかいろいろすると、はい、広島が昨年2位だから、うん、広島の上になっちゃうからね。あ、そうですね。そうそうそう、データ弾き出しちゃうと。そうそうそう。ただこれ先発防御率で見てみると面白いんですけれども、はい、9月横浜が 4.41 で広島が 4.62 なので先発陣の防御率ってあまり変わらないんですね。変わらないといけないよ本当は。ですよね。広島がダントツに良かったんだ。2点台とか1点台とかありましたからね。そうそうそう。ただ拮抗してるんですよね。だからこう見ると。あ、そうだな。ただ救援陣で見ると横浜が 1.68 でカーブが 3.98、 横浜の方がいいんですよ救援陣。いや、まあ、いいって言うけど、うん、これは、うん、ジャイアンツ戦の栗林が、うん、はい、
9回に9点取られたというね、そこに入ってますか、まあ、あの時は6失点か、はい、森浦が3失点かな、うん、まあ、ぐらいの内訳だったと思うけども、はい、まあ、あれがやっぱり響いてるよね。そうですね、1イニングに9点取られたらさ、救援がそれはね、防御率が跳ね上がるよ、お前。そうですよね、だからもうそれはしょうがない、ね、打率を見てみると DeNA は9月が2割6分1厘で、カープは2割3分2厘、カープはそのぐらいできてましたよね、うん、大体ずっと、まあ、2割3分2厘でもいいんだよ、うん、ホームランが打てれば、その中でホームランも少ないっていう中で2割3分2厘だから、うん、それはつらいよ、ね、まあ、それと俺一番は新井監督はもう腰据えてやれよって思う。打順ですか、うん、もうコロ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 変える、うんうんうん、ね、野間4番、はい、もういい加減にせえと、うん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 、ね、野間ってさ、俺が見ても性格的にものすごい責任感が強くて、なんかこう小心者っていう感じがするんだよね、うん、繊細な感じって感じ、そう、 A 型でコツコツやるタイプみたいな、うん、まあ、そういう感じがするんだけど、そういうタイプってさ、やっぱ 1,2 倍に置いとけばなんとかしてくれるんじゃないかと思うけど、はい、4番の重圧には耐えきれるかなと思うと、はい、いい加減なことができないタイプだから、うん、だから余計にね、もうここら辺は雑なやつでいいから置いとけみたいな、開き直ったタイプの選手、そうそうそう、そういう感じの方がいいのになとか思ってたんだよね、例えば4番小園選手を置いとくとか、でもなんかもう小園なんかもう走って打とうが何しようが、バットに当ててどっか飛んでいけばなんとかなるだろうって、はい、まあ、そんな感じでいいんだよ、それからもブリブリ振らしときゃいいんだよ、うんうん、もうね、そう居直るしかないんだよ、もういや、もう本当にここまで悪くてさ、はい、ね、ここまで来ちゃったんだったら、うん、だからもう一番いいのは開幕カードに戻せみたいな、できんね、開幕どうやってね、スタート切ったんだって言ったら、外国人入ってたからなかなか難しい、まあ、そうですね、まあ、だけど、うん、いい時の打順、はい、まあ、例えば一番秋山、野間、まあ、はい、小園、末金、はい、坂倉、はい、堂林、入れるのかどうかわかんないけど、はい、あの坂倉選手がキャッチャーやるかどうかによってですね、まあ、まあそうだな、うんうん、だからまあそういう感じ で矢野とかさ、うん、組めばいいんだけど、もうバタ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 してさ、あっちでもないこっちでもない、うん、それはもうなんか打順を変えないと仕事してないみたいな感覚になるのかもわかんないけど、うん、それはね、取ってつけてうまくいくんだったらどこもかしこもやってるよ、うん、でもね、もうここはもうシーズンの後半でバタバタすんなって、うん、1年間働きを見てきたろうって、はい、もうその数字、その人間にかけろよって俺は思う、うん、一緒にもう心中じゃないですけど、選手たちと一緒に、うん、それができなかったらもう仕方ないよ、もうこれは、うん、だからどっかが違ったんだよ、うん、だから練習量が少なかったのかとか、まあ、いろんなことが出てくると思うけど、原因の一つとしてね、まあ、それを紐解けばいいだけの話でさ、もうここまで来てバタバタしたってしょうがないと思わない？そうですね、もう残りね90ってなってくるとそうなってきますよね。ピッチャー陣はどうですか、戻ってこの残り9試合10試合で調子ってまたパーフェクトな感じに戻ってこれるんですか？パーフェクトは無理かもからな、もうそれは厳しい、パーフェクトは無理かもからないけども、うん、一頃のいい状態のところまでは持っていける可能性はある、ただ疲労の蓄積がどうかっていうことだよね。そうですね、だからね、暑い時に頑張りすぎたんだよ。そうですね、松田は暑いしな、8月お前広島強いぜみたいな、強かった8月、いやいや広島が一番暑い位置だから、そうですね、もうね9月に入ってもたまんなかったらしいよ、暑くて、いや俺は明けが今度は一つの原因として、うんうん、広島の暑さっていうのがあると思う、ですよね、まあ、熱中症の症状かっていう人が結構いたっていう、うん、しかも土日デーゲームやってましたからね、あの、いやだから9月でデーゲーム、我々の頃は広島行って、はい、うわちょうどいいなみたいな、うんうん、なんかちょっと涼しくてみたいな、乾燥しててみたいな、うん、はい、今もう全然気候が違うからさ、そうですよ、もうねデーゲーム入れちゃダメだよ、全部ナイターにした方がいいですね、いやもう本当に、うん、もう入れるんだったらみんなお客さんに水鉄砲なんか持ってきてもらってずっとかけてもらう、ずっとかけてもらいながらそれぐらいしないと、いやいや、そのぐらいの暑さだったらしいよ、もうここに来てやっぱ多分こっちも涼しくなってきたからさ、そうですね、関東も広島の暑さは厳しかったと思うよ今年は、もうそのダメージというか疲労度も大きいですよね、いや大きい大きい、そうですよね、ただ広島の打線と DeNA 打線見るとやっぱり DeNA の方が打線破壊力があると思いきや、ここで抜けていけないのはこれはなんでなんですか、 DeNA はそれはそれで守備だな、
カーブも内野守備とかちょっとポロポロと9月入ってから多いかなとは思うんですけど、ね、焦りすぎだ矢野選手とかねかわいそうなぐらい焦ってたからそうですよね。もうちょっと落ち着いてやったらもうめちゃくちゃうまい選手なので、うん、もうちょっと落ち着けよって、まあ、責任感なんだろうな、あるんでしょうね。まあ、DeNA の方はやっぱ守備、うん、まあ、そういうこともあるし、はい、やっぱこう中軸がランナーに出た時の塁間を進むスピードがなくなってきてるな。ああ、そういうことですか。だから1本のヒットで1点取れるところはもう1本いるっていうような、はい、だからすごい経済的じゃないんだよ、うんうん、ものすごくロスがあるというかね、燃費がちょっと悪いっていう、めちゃくちゃ悪いいや、そういうところも感じるときがある。だからこれは言ってもしょうがないことだからさ、でもちょっとした意識で少し変わるかなとは思うんだけどね、まあ、そういうところとやっぱ守備そうですね、守備。あとは例えば対戦ピッチャーによって、例えばそのレギュラーの選手が代打になり、この選手がスタメンなんだっていう打順をでもたまに組んでる時もあるんですけど、うん、あれはあれであのままでこの後行っていいんですか。それダメだちょっとびっくりした打順の時があったので、まあ、多分安心なのかな。もうね、あれね、はい、データですね。そうか、いや、それはしょうがないね。まあ、それはでも残りしちゃう、データ野球だから。そうか、そうなんですね。でもね、データ野球ってよくできてて、はい、守備位置っていうのはデータで弾き出すとさ、はい、やっぱヒットコースを消せてるな。あ、それは当たってるんですよ。いや、だから3割バッターが少なくなったのも、うん、そういうデータで少なくなってるんじゃないかっていう、いうことを言う人もいるんだけど、はい、まあ、確かに一理はあるなと思って。あ、そうなんですね。いや、だから DeNA はデータ野球、データ野球って言われてるけども、うん、データは気持ちまでは組まないからね。そうですね、うん、だからまあそこら辺で人間味っていうかさ、うん、事務的で面白くないかもわからないけども、はい、でもそうやってヒットコースを消しながらみたいな、うん、それでも防御率が悪すぎるな。そうですね、ちょっとそうですよね、それを加味してもっていう、うん、でまあ、誰を使う、誰を使わないっていうのも、うん、まあ、データでね、弾き出して、うん、まあ、決めてるわけだから、はい、だからまあそれは何とも言えないけどね、うんうん、となると、残り9試合、10試合をそれぞれ残してるこの横浜とカープ、はい、最終的に3位に入るのはどっちの方が確率的に大きくなってきますか。お前、自分でさっきから偉そうに統計学出してみたらって言ってたじゃねえか。拮抗しちゃったから。だから俺に聞いたってこの数字を超えて言うのかよ。もうこれ、ここは豊さん、もう経験者は語るじゃないですけど、はい、いや、それはもう DeNA が行くと思うよ俺は。 DeNA、 いや、それはね、ここに来て打てないっていうのは致命的だよ。だからピッチャーももうヘトヘトで来てるから、両チームそれはありますよね。そうそうそう、だからまあそれはやっぱもう点取った方がいくだろうって思うよね、うん、はい、うん、でこの2チームの直接対決というのは1試合だけ残されてます。それが10月1日です。ここも一つ鍵にはなってきますか。そうでもない。いや、鍵になるぐらいになっときゃいいけどね、うん、そこまでに、うん、このなんか広島が調子の悪いままずる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 下がっていくとさ、はい、これはもう10月1日まで行ったくらいもなくなる可能性があるけど、はい、まあでも DeNA の方は一進一退でいくと思う。あ、そうなんですね、まあ、この状態をこう保ちながらという か、うん、だから広島がぐっと上がってきた時に分からなくなるな。分からなくなる、うん、上がる兆しがないんだよ。この前2安打、このクソ大事な時期にどうすんだよって頑張ってるけど打てないんですよね。頑張ってるけど打てないんだな、うん、そうなんですよ。いや、だから状態上がってくれればね、ある程度点は言っても取れるよ。ですよね、うん、いや、だから8月の後半ぐらいまではずっとカープがね、牽引してきて、まあ、強いなと、このままいくのかなって。カープは主役だったんだからずっとそうなんですよ。防御率もすごかったし、こんな、ね、1位に君臨してな。そうなんですか。広島負けないみたいな、そうだったんです、言ってたけど、まあ、こんな崩れ方すると思ってなかったんで。ここで崩れちゃいかんだろって。そうなんですよ、いうところで崩れてるからな、信用ならんよ。そうなんです。なのでこのままの調子でいってしまうと、やっぱり横浜の方が一進一退でいきながら3位で CS っていう風になる確率になってしまうのかな。まあ、そうだな。ただカープ、ここからピッチャー陣であったり、まあ、末金選手だったり主要なメンバーたちが活躍してくれれば、カープも望みは、いや、それはあるよ、はい、ただ、うん、大瀬良が勝てないとか、
はい、したらやっぱ勝てないと。そうなんですよね。どこだか頑張ってるけど点取らないとか、うん、はい、栗が投げてみなきゃわからなくなってきちゃってるとか、はい、不安材料を上げると切れないよな。だ不安材料を上げるとやっぱり広島の方が多くなってしまいます、ね。まあ、その方が多い多い、うん、だからまあその分だけ、うん、まあ、DeNA が3位でいくかなっていうような感じを受けてる。そうですね。まあ、ただね、これ多分毎週毎週動画の時に撮ってるんですよね、このセリーグ4チームは。まあ、そうだな。まだ分からない、まだ分からない。なので次回の YouTube の撮影の時ももしかすると同じ内容を撮ってるかもしれないですね。いやでももう凝縮されてるからな、うん、あとは誰がどこに投げるっていうのは明確にはっきりしたことが多分言えると思うから、うん、そうですね。俺はもう弾き出さないとな。また時計で出すんだろ。頑張ります。